朝から甘えてるジャン君。やるからね。ジャン君。じゃあ中やろうか。ですね、これがホットカーペットになっているんですが、夜の間は電源を抜いていますけど、これをつけておきます。そしたらジャン君がこの上で温まります。暖かくしないとね。はい、ジャン君。お、ジャン君はこれでお水飲んでるんですよ。これなんだ。今日ちょっとした変化が訪れているんですけれども、これおっさんの足です。足の上に毛布がかかっていて、この中にここジャン君います。一旦ですね、いつものようにここに、顔があってで、体を足で挟む感じにしていました。で、その上に毛布をかけてね、首だけ頭出した状態だったんですけど、一旦ちょっと外へ出てこの中に潜り直したんですよ。じゃん、これは顔を見たいけど開けないでおいてあげようかな。ここですね。ここは、あ、動いちゃった。ごめん。いいよ。ホットカーペットの上にですね、毛布でここトンネルがあって、あ、出ちゃうねこのままだとね。その中に潜り込みました。きっとポカポカあったかいはずですんで、膀胱炎結石のね、治療としてもいいんじゃないかな。温めるのはいいっていう噂がありますのでね、絵的によく見えないかもしれませんが、こうやってもぞもぞ動いてるのがジャン君です。喋ってるから出てきちゃうね。出るの待つ。はい、出た。いいかな、ジャン君。ちょっと熱くなりすぎるかもしれないけどね、でもいいかね。治るといいね。これで自分で入ってくる感じになるかもしれないね。
ジャン君、調子はどうですか？もう11時を過ぎ、もう12時近いね。そろそろ寝ましょうか。今日は、お父ちゃんの股の間で寝てくれて、あったかい感じ、わかったかな？ここね、気に入っていつもここで、寝ているんだけど、この辺が寒いはずなんだよね。で、毛布をかけたりするんだけど、さすがにずっとはしてないもんね。どうしようね。もうちょっと内側のどっかに、窓際じゃないとこに置く？どうしようかな。またじゃあ考えましょう。そしてポンちゃんね。ポンちゃんは、ジャン君の病気が治るまで、ご飯を付き合ってくれたり、いろいろ、頑張ってくれてますね。よろしくね。あくび。